ナティクシスは、フランスの金融グループであるブップス参加の投資銀行グループ。本拠をパリに置き、世界35カ国以上に拠点を有し、保険やアセットマネジメントも手掛ける。日本法人は、ナティクシス日本証券株式会社及びナティクシスインベストメントマネージャーズ株式会社、ユーロネクストパリ上場企業。ナティクシスは、 庶民銀行バンクポピュレール参加のナトゥクシスと貯蓄銀行ケスデパーニュ参加のイクシスの2006年に行われた合併により設立された組織であるがそのルーツとなる金融組織はそれ以前に遡る。1996年フランス貿易銀行とクレディナショナルの融合によりナトゥクシスが設立されたが1998年に バンクポピュレールがナトクシスを買収し参加に収めた。他方、預金協託金庫から、法人事業と投資銀行事業を分離する形で、CDC、イクシスが2001年に設立されたが、2004年に、ケスデパーニュによる買収を受け、イクシスと社名を変更した。2006年3月、ナトクシスとイクシスの合同が考案され、親会社のバンクポピュレールと、 ケスデパー入り両社は5月に両参加の投資銀行部門の合併を発表、新会社の社名は両社の合成からナティクシスとなった。新会社の株式は両新会社が35%ずつ保有し、残り30%がユーロネクストの公開株式となった。発足直後のナティクシスは投資銀行業務の経験のない政界関係者が要職に就くなど、 経営体制上の問題が指摘され、アメリカ・ニューヨークのサブプライムローン賃貸業者である、チェフジーの株式買い付けを行ったものの、間もなく、サブプライム住宅ローン危機が発生し、大きな経営打撃を受けた。チェフジーの株式の引き取りを余儀なくされたバンクポピュレールと、ケスデパー入業者は、フランス政府の後押しを受け2009年に、経営統合を行い、ブップスを形成。 ナティクシスは経営危機を招いた CEO を解任し人事を刷新することで混乱を回避した。その後も大規模な人員削減を伴う経営改革を実行し経営状態を回復させたナティクシスはブロックチェーンへの参加や金融商品販売の拡充など積極的な経営姿勢に転じている。2007年に設立された。 資産運用部門のナティクシスグローバルアセットマネジメントは1967年以来パリとボストンを中心に20以上の運用し会社を持ち投資に関するソリューションを機関投資家や個人投資家を対象に提供している取引信用保険を扱うコファスはナティクシスの子会社でありかつては輸出保険に特化した保険会社であったが2011年以降は 取引信用保険に転換し、日本を含む多くの国々で企業間取引における保証業務を行っている。ナティクシスは2007年よりフランスのラグビーユニオンラシン92の公式スポンサー企業となっている。また2010年よりオリンピックフランス選手団の公式スポンサー企業となっている。ナティクシス日本証券株式会社のルーツは、 ケスデデポが1993年に設立した東京駐在院事務所に遡る。本国における組織改変に交応する形で、称号変更が行われ、同事務所は1998年に CDC マルシェ証券東京支店として、証券業免許を取得、2001年に、CD、c d c クシスキャピタル、マーケッツ証券会社東京支店に称号変更を行い、 2004年にイクシス、証券会社東京支店となった。本国におけるナティクシスの設立を受けて2007年12月、ナティクシス証券会社東京支店となり、2011年6月、現在の社名で法人登記を行った。東京にオフィスを置いていたが、2017年にアークヒルズに移転した。ナティクシスインベストメントマネージャーズ株式会社は、ナムの日本における、 営業拠点にあたる。東京にオフィスを置いていたが、ナティクシス日本証券同様、2017年にアークヒルズに移転、同年11月20日、ナティクシスアセットマネジメント株式会社から社名変更を行った。ありがとうございます。